カット。はい、今回のオファーは直接お電話をいただいたんですよね。バーバラさんからですね、ちょうど僕映画の撮影中だったんですけども、その時にちょっとお話がありますということで、少し前にお電話をいただいて、で直接僕今LV の方のヴィトンのアンバサダーもさせていただいているという経緯もあったりとかしてですね、同じ LVMH 系列の今回モエのシャンパンとのコラボレーションということでお話をいただきましたので、もうぜひとも、僕もね本当にシャンパン大好きなのではいぜひともやらせていただきますということで、実現したという感じですかね。はい、私静かに喋らないとダメなの。結構声大きかったですWe got to collaborate with Moet and Shandong for the first time, and I'm super excited to show you our bottle and all the special events we're gonna be doing in Japan. When Moet approached us to do collaboration, they invited us to Epernay, and when I saw miles and miles of vinery and all these trees, I thought how beautiful it was, and everything that that's in the bottle came from the nature. So in order to give back to the nature, we thought we wanted to donate and plant trees to the areas that are depleting right now. This 活動です。The concept came. I think the Moet bottle itself is very iconic, so I wanted to keep it even more minimal to have the word Moet and the red mark that stand out. And for the label, since you know it's our first time, and wanted to make it into you know it's almost like a new generation, like a new way of drinking and consuming champagne. So we, you know, wanted to kind of like reflect, almost like a window into the future thing. Yeah, that's where the idea came from. そうですね。不思議な撮影でしたね。とにかく現場の音を取るっていうところで、すごくスタッフの皆さんも音を立てないように静かにどんどん撮影が進んでいったので、なんか不思議な緊張感があって、でもなんかワンシーンすごくミラクルが撮れたと思ってるんですよ。シャンパンをこう気持ちよく開けるシーンがあったんですけど、そこだけはスタッフの皆さんも大きな声出ちゃうぐらいいいシーンになってると思いますので、ちょっとこれから編集が楽しみです。はい、めちゃめちゃ持ってるなって思いますありがとうございます。あと今回の映像 ASMR っていうのはユンの発想でっていうのは今世界で木板っていうのが YouTube で流行っていて、それのさらに追求したバージョンがこの ASMR で。まさかこの萌えのコラボレーションのキャンペーンで ASMR をやるとは多分本国も思ってなかったと思います。すごい新しすぎて、最初その提案された時僕も実はびっくりしましたけど、今日の撮影を見てめちゃめちゃバッチリだなと思ったんで、出来上がりが楽しみです。そうですね、やっぱりねシャンパン好きな方にギフトしたいなと思うんですけども、家族だったり、それこそ、僕もねグループやってる身としてグループのメンバーはみんなお酒好きなのでね、ギフトできたらいいと思いますし、すごくもうボトルが美しいので。ギフトに最適だなってすごく思いますし、やっぱ今ね、コロナ禍でなかなかね外に出れないっていう状況もありますから、いいんじゃないでしょうか、家でシャンパンを開けるのも。うん、そうですね、お世話になってる方たちに送れるだけ送りたいですし、あとは今ガンちゃんも言った通り、なかなかなんでしょう、2020年大変だったんで、今年は、ステップフォワードっていうことでですね、ぜひ、家でも楽しんで、ちょっと優雅な生活の一部といいますか、楽しい、なんでしょう、2021年にできるように、ぜひ、家でも楽しんでいただきたいなと思います。Obviously, I couldn't travel because of the corona situation, so I feel like I've kind of rediscovered the city and got inspired by the city. So I really appreciate about that part. And also, it's fun trying new things like today. This is my first ASMR video. It's our first ASMR campaign ever. So things like this, I think it's really fun. Just trying, we got to try new things.はい、今コロナ禍でなかなか自分たちもエンターテインメントを思うように表現できない、時間が続いていますけども、昨年からでもやっぱり僕すごくこの期間に自分たちの活動について見直すいいきっかけをもらったなとも思っていてですね、やっぱエンターテインメントって人の生活を豊かにする力があると思っているので、エンタメにしかできない、なんだろうな、世の中をこう明るくする力を信じてですね、いつでもまたエンターテインメントが完全復活する日まで準備を、怠らずに、備えていきたいなという思いと、あとはそういう自分たちこうやって表現する立場の人間が何ですか、届けるっていう気持ちを諦めてしまったらそこで終わってしまうと思いますので、絶対そこの気持ちは諦めずに強く持ち続けて、いつかね自分たちの思い通りに表現できる日まで、何て言うんですかね、今のフラストレーションっていうものを逆にこう力に変えて、よりパワーアップした自分たちを見せできるように取り組んでいきたいなと。そういう一心ですね。はい、ありがとうございました。